ハロー YouTube、スポーツプガチチャンネルの立ち順です。10月17日ですね。おはようございます。木曜日、ちょっとコーヒーを飲みます。ちょっと今日もね、ちょっと忙しくてですね、いろいろちょっと回って、始まりましたね、公示されて、衆院選、まあ、このスポーツ部活チャンネルなんですけど、やっぱりこのスポーツと政治っていうのもね、相当関わりがあるので、まあね、裏、なんていうんですか、都市伝説とか裏、聞いたらキリがないんですけど、まあ僕もね、ちょっとね、ちょっとだけ、ちょっとお手伝いをしてたりするんですよ。まああんまりこういうこと言うとあれですけどね。まあ、ちょっとあんま言えないんですけど、まあ、その、とあるね、ね、ちょっと知り合いのっていうので、選挙のお手伝いをね、したことが過去にあります。本当にあります。で、まあ、政党とかね、いろいろあるけど、まあ、その個人がやっぱりいい人もいるし、政党はなんか変だけど、まあ、なんでその政党いるのかなっていう、まあいろいろありますよね。まあ、本当に個人的な思想、その、まあ、宗教だって、そのね、カルトじゃないですけど、大きい宗教団体でもいい人いますかね。僕友達もいますよ、そういう所属してるね。まあいろいろあるんで、僕はなんか是々非々で見てるので、あんまりそういう思想とか、思想もなんか言葉尻なんで、実際行動が伴ってない人もいっぱいいるんでね、まあ、ネットの噂とかも、ネットもそうですけどね。はい、ちょっとね、最近ね、ちょっと格闘技をね、ちょっとね、習い始めたっていうか、講座とかちょっと近場で受けて、まあその通うって感じじゃないんですけどね。もともと僕はですね、格闘技あんまり剣道は小さい頃や習ってて、そのなんか習ってたっていうか、その地元がね、そういうスポーツセンターみたいなのがあって、安くね、剣道をやってて、で柔道はもう習ってて、高校生に柔道を教えてました。柔道でね、僕の東海大っていう柔道がね、日本一強いっていうか、まあ山下先生とね、今ちょっと具合が悪いんですけど、あと井上康生監督とか、まあ僕同級生も世界チャンピオンいたので、で習って柔道教えてたんで、まあ、すごいその時の柔道の、まあ、技とかね、その精神論とかそういうのはね、非常に今でも役に立っていて、まあ、仕事でね、ちょっとなんか困難があっても、まあなんか礼儀とか、まあその立ち向かう気合とかね、根性とかも、ね、そういうのも、僕陸上選手だってちょっとね、格闘技とは違うんですけど、まあそういう精神も学べてね、やっぱね、もう基本的に僕格闘技向いてるんですよ、性格的には。陸上選手だったんですけど、 400m っていう結構過酷なトラック一緒のやつやってて、あれ格闘技みたいなもんなんで、ラスト 100m とか、まあ、ウエイトトレーニングとか、やっぱその最後は気合っていうの結構大事で、 400m って、まあもちろん体力とかね、瞬発力とかあるんですけど、割とそのなんていうんですかね、負けず嫌いなんで、僕もこう言い返すっていうかね、未だにこうやっぱり不条理なことがあったら、別にどうであれ、やっぱり、こう言うというかね、意見をね、それ言った上で、まあ、相手がどうね、そういうのを解釈するかっていうのは、まあ、本当に、ボキャブラリーと言語能力とか、そういうのによって会話ってずれるので、難しいんですけどね。スポーツも、まあ、その学生とか若い子に教えるときは、まあまあ、本当に知識とか少ないので、まあ、スポーツの文法的なものとかもね、分かってないので、そういうのもやっぱりその難しいですよね。その理解力っていうかね、やっぱりその座学ってスポーツって必要かなと思いますね。そのなんか机上の勉強、机の上の勉強もスポーツって僕は非常に大事だと思うので、それやってないとやっぱりね、一流は難しいっすね。やっぱり、スポーツ自体英米、イギリス、欧米のものですし、その研究もされてきたものだし、そのやっぱりただ単に与えられたものをやるっていう、まあ、英語の学習じゃないですけどね。また最近僕英語もちょっと少しずつね、始めてるんですけど、もう今朝もやったんですけど、まあ、似てるんだなと。あとまあ、やっぱり、
やっぱり、ね、この興味があるっていうこと、好きであるってことがしかやっぱり成長がないっていうか、やっぱ嫌いなことはね、いつまで続けても嫌いなので、早くやめて違うことにシフトした方がいいっていうかね。日本人はね、そのやっぱりその体育で軍事教育なんで、会社もそうなんですけど、あの得意な不得意なことを一生懸命頑張ってる感じがするんですよね。なんかそのやっぱり好きな人には勝てないんで、好きな人24時間、僕だって24時間そのね、そのマーケティングの男は見てみるんで、そのやっぱりその情報量が違うんですよね、あの好きなことって。だからもうなんか、なんかいやいややってんだったらいろんなことやめた方がいいっていうか、まずはその物事、スポーツでさえ、勉強でさえ、その教科好きになるっていうか、興味が湧くまでぼーっと見てるっていうか、そうじゃないとやっぱり継続が結構できないっていうかね。まあペーパーテスト、面白さを見つけるっていうかね、そういうとこじゃないとダメかなと思いますね。まあ学習法についてはね、いろんなメソッドがあるので、あの今後もねご紹介していきたいと思います。あの僕も周りもね、すごい優秀なあの人多いので、本当にスポーツも超エリートですよ。あと仕事、企業もね、会社も経営者とか、やっぱり上に行った人っていうのは、まあやっぱり苦労もしてるし、やっぱり個人的な努力というかね、あの僕は自主練って呼んでるんですけど、まあ本当に図書館で一人でその通ってとか、あとまあ人に聞いたり、そのどうやってやったら、今インターネットでいっぱいあるんで、でも逆にいろんなことを手出しすぎてね、分かんなくなるみたいなね、トレーニング法とか勉強法となるんで、まあ本当に好きになればね、そのいろいろ自分で自分ノートとか作ればいいし、そういうのやっていけばいいと思うんですけどね。なかなか難しいですよね。僕もなんか極めたことあるかって言ったらね、全てを、それはないかもしれないし、極めるってどこまでっていう話なんで、まあね、大学で博士号とか取ってる人はほとんど極めてるって言うけど、それ以外の人は、まあ、大学院ぐらい、大学院博士号ぐらい行ってないと、なかなかそのエビデンス的にこうね、極めたってことはないですよね。ビジネスもそうですね。ビジネススキルも、たまにね、私はビジネスを極めたかのように言ってる人はいますけど、じゃあ僕とビジネスの話をしたらどんぐらい知ってるかなって、多分僕の方が多分結構多いとは思うんですよね。4回転職してますし、あの経営者側にも立っておりますし、あの広告代大手の企業にもいましたんで、まあ、ね、なんかいろいろな思いありますけどね。はい、それでは、そうですね、今日いろいろまたちょっと回ってね、あのいろいろやってんですよ僕。あのその学校だけじゃないんで、ね、今日もちょっとまあ営業じゃないですけどね、僕よく営業すごいねって言うけど、営業じゃないですよ僕。やっぱりなんかこう営業じゃないですよ僕。普通に興味ある人に話を聞きに行くだけな感じですね。営業、基本的に僕営業力ないですよ。あったら今頃こんなことやってないんで。営業力さ、本当にある人は自分で起業しますよね。本当に営業力がある人はほとんど起業して成功してますよ。でやっぱり会社の名前とか、あのブランドでやってきたような人は独立できてないし、で自分がなんかさもねできたかのように言うけど、会社の看板がなきゃ何もできないんで、あのそんなもんですよ。自分でなんかプロダクトとか商品を生み出してそれを売り込めば自分が作ったものなんでいけるけど、まあ誰かが作った、開発者が理系の人が作ったものを売り込むっていうのは会社のネームバリューとかそういうのはありますし、大体どこの何の商品か分かんないような会社のやつ買わないですからね、いくら営業力あっても。だからそのコンサルもそうですよね。実績がやっぱり学歴とか実績とか MBA 持ってたりそういうのないと、まあまず話を聞いてくれないんで、まあ過去に仕事したクレジットっていうかね、信用ですね、それが僕の、まあ、人脈とかネットワークにやっぱりつながってると思います。あの生徒にこの間ね、教え子にもあったけど、やっぱり僕は彼にやっぱり提供してきたと思うんですよね。僕自身はそんなトレーニングをちょっと教えたっていうか、やっぱり信用がその返ってくるっていうか、で会社の名前とか学歴も結構信用にはつながるんですけど、かと、じゃあ
フリーランスにとか起業すると結構あんまり効力なかったりするんですよね。面白いんですよそれが。で僕もやっぱりそのスタートアップとかねちょっとビジネス関わってた時にまあ一応経歴とか言うんですけど、まああんまり関係ないんですよね。やっぱりいいものを作ってるとかじゃないと、日本は特に。あとやっぱプレゼンがうまいとかね、プレゼンもうまいって言っても、まあ相手がどんな人間か分かんないから信用しないとね、いいプレゼンでもやっぱり聞かないし、それ難しいですよね。だからスポーツってやっぱりその結果、過去僕がインターハイ行ったりとかそういう結果でもうズバリ分かるんで、その人間性だとかチームワークの能力とかね、その協調性なんか分かんないんで、あんまりスポーツはそのシンプルに個人競技だと思いますね。野球ね、今 CSC シリーズやって昨日ね負けちゃいましたね、日ハムね。あのそういうのもね、あの若い時はね分かんないですけど、徐々にね分かってくるんで、そんな焦らなくても大丈夫ですよ若い人。はい、それでは良い一日を、バイバイ。